天中組の編天中組の編は、幕末の文久三年八月十七日、1863年9月29日に、吉村虎太郎をはじめとする、尊能上位派浪氏の一団、天中組が、区業、中山忠光を首相として、大和国で決起し、後に、幕府軍の討伐を受けて壊滅された事件である。大和義挙、大和の乱などとも呼ばれる。 文久三年前半期は、尊王上位運動が最高潮に達した時期であり、長州藩や各地から集結した老子などからなる尊攘派は、朝廷にも強い影響力を持つに至っていた。この頃の尊攘派の主張には、朝廷が直接各藩に上位を命じることのほか、機内を朝廷の直轄領とするなどの意見が見られたが、天中組の放棄は、幕府に対する尊攘派の 初めての武力放棄という点で、語的なものであった。天中組の拒兵自体は短期間で失敗に終わった。ものの、幕府領支配の拠点である陣屋や、正大名とはいえその居上が公然と襲撃された。ことは、幕府や幕藩領主らに大きな衝撃を与え、幕府の意向の失墜を、さらに進行させる結果となった。文久2年、1862年12月。 孔明天皇は上位の直将将軍徳川家持に授けた。これに対して家持は上位の策略については明年三月に上落の上回答する旨を奉道する。文久三年三月に家持は上落し、幕府は尊上派の圧力に屈する形で五月十日をもって上位を決行すると約束させられる。幕府は右の期限をもって 通商条約の破棄について諸外国との交渉を開始することとし、諸藩には解剖の強化を命じたが、尊上派が主導する長州藩はこれを拡大解釈し、5月10日、下関海峡を通過するアメリカ船を砲撃して上位を決行した下関戦争。この武力行使には、急進的な上位白行の自重、中山忠光が、 長州藩に招かれて参加しており、忠光の刑からの出本には、土佐脱藩同士の吉村小太郎が加担していた。長州藩は続いて、フランス戦、オランダ戦を砲撃し、朝廷からも上位結行を称賛するサタが下される。しかし、6月に入って、米仏艦隊による報復攻撃に、長州藩は敗北、7月、 中山忠光は、京へ戻る者の謹慎を命じられ、自重の職も剥奪されてしまう。8月13日、天皇の神武天皇両参拝、上位神聖の招職が発せられる、大和行行。大和行を推進したのが、長州藩に金脈を通じる三条美ら、上位白行であった。吉村小太郎は、松本慶道、藤本鉄石、池倉か上位波老師と共に、 山和行行の先方となるべく、山和国へ赴くことを決議。十四日、吉村らは、中山邸を訪ねて、忠光を、方向寺へ誘い出した。忠光を対象とする同志十八人、うち、土佐脱藩十八人、久留米脱藩八人は、方向寺を出発して、山和国へ向かった。一行は、長州下関へ下る直視と偽って、大阪から回路で、境へ向かう。 戦中で、忠光ら同志一行は断髪して、決意を示した。彼らの挙兵に際して、淡路の王子主で、金農家であった、古藤良左衛門のは財産をすべて処分し、軍資金として供出した。八月十五日、堺、現在の堺市堺区堺京町一丁の、土井川沿い、当地に、堺事件の石踏みと並んで、天中組、 上陸地の石踏みが建てられているに到着した、同志一行、以降、天中組とシルスは、翌16日仏行に、高野街道を通って、河内を目指し、狭山に入った。天中組は、吉村らを軍師として、狭山藩の陣屋へ送り、仙台藩主で、隠居のみであった北条七場目との面会を申し出た。七場目は、 急病と偽って、面会を断り、過労朝日奈縫い殿が代わって対応する。忠光は朝日奈に、佐山藩も出陣して義挙に加わるよう命じた。対応に苦慮した佐山藩はとりあえず天中組に、ゲベール銃など銃器部具を送り、天皇神聖の不死には加わる旨を回答する。天中組は、下立藩の飛び地である、白木陣屋にも、死者を送り、銃器部具を差し出させている。 天中組は、菊の古門の入った、旗一流、七尾俗滅天後将乱と対処された上り一本を作り、士気を高めた。十七日、天中組は、河内日野清山関心寺に入る。軍資金を調達に出ていた、藤本鉄石が合流して、出発、国境の千葉峠を越えて、山和国へ入った。幕府天領の五条に到着した、天中組は、 大官所を襲撃することを決める。大官所を包囲した、天中組は、大官、鈴木正信、源内に降伏を要求。ゲベール渋隊を率いる池倉田が空砲で威嚇し、吉村が率いるやり隊が、裏門から突入した。大官所の人数は30人ほどで、生き健康な天中組にこすることができず、大官所方は敗北し、鈴木正信と仮良らは殺害される。 天中組は、大官渉を焼き払い、桜井寺を本陣に定めた。18日、天中組は、鈴木正信を教主し、五条を、天朝直轄地と称して、この年の年貢を半減することを宣言する。天中組は、田田光を、首相、吉村、松本啓道、藤本鉄石を総裁とする職制を整え、自らを、御政府、または、総裁所と称した。 近隣の高取藩に、ナスシンボラを、強順韓告に送り、高取藩もこれに服する旨を伝えてきた。一方、天中組の挙兵を知った慶の三条耳は、自長を促すべく平野国臣を,を使者に送った。ヤマトで天中組が挙兵した直後、慶では、政局が一変していた。合津藩、薩摩藩と金脈を通じた中川の宮が尊上派の排除を図り、 公明天皇を動かして、政変を起こした、8月18日の政変。これにより、大和行行の延期と三条耳ら上位白行の三朝禁止、長州藩の御門敬語解任が決定された。これらの決定は、会津藩羅諸藩兵により、御所を封鎖した上で行われ、旧門に駆けつけた長州藩兵との間で、一触即発の事態になる。結局、 長州藩は武力衝突を避けて撤退、上位白行は官位を剥奪されて失脚した。朝廷の実験は後部合体派が握ることになった。19日、平野国臣が天中組の本陣がある桜井寺に入ったが、平野は当初の目的に反して天中組に同調してしまう。しかし、直後に刑での政変が伝えられ、天中組が暴徒として、 追悼の命が下されたことが明らかとなる。ただみつらは競技の末、本人を用外堅固な天の辻へ移すことを決め、二日、天中組は当地に入り、本人を定めた。吉村が元来尊王の志の厚いことで知られる、戸塚川郷氏に防兵を働きかけ、九百六十人を集めた。天中組は、御政府の名で近隣から武器兵糧を集め、 松の木で大砲銃数門を作ったが、その装備は貧弱なものだった。十津川合氏も半ば脅迫でかき集められたこともあり、天中組の強引な指示には疑問を持つ者が少なく、なかった。玉堀、玉行、進村数名は天中組の作戦に抗議し、天の辻で斬首されている。先に天中組に強順を訳した高取藩は態度を翻し、 兵糧の差し出しを拒否したため、天中組は高取城攻撃を決定する。二十五日、忠光率いる本隊が高取に向かい、吉村は別道隊を率いて御所方面に進出して氷山藩に備えた。天中組の進発を察知した高取藩は防備を固める。千人余りの天中組に対して二万五千国の小藩である。 高鳥藩の兵力は二百人ほどだったが、地理を熟知していた。二十六日仏業、狭い小道を進軍してきた天中組に対して、高鳥藩兵は、大砲と鉄砲で攻撃、右号の衆である天中組は、たちまち大混乱に陥ったが、ただ密に、これをまとめる能力はなかった。天中組は改装して五条へ退却する。吉村は、決死隊を編成して、 野衆を試みることとし、二十六日夜、決死隊は高取藩の石膏に遭遇し交戦するが、味方の誤射により、吉村が重傷を負ってしまう。決死隊はなすところをなく退却し、天の辻の本陣へ戻った。忠光は、紀州新宮より海路で移動し、四国、九州で母兵することを提案するが、吉村らはこれに従わず、忠光は吉村らと別れて、 別行動を取った。また、この時点で、三河刈谷藩から参加していた、伊藤光也のように脱走する者も,もあった。伊藤の脱走は、天中組の脆弱さを示す一例として、しばしば引用される。幕府は、紀州藩、津藩、彦根藩、郡山藩などに天中組討伐を命じた。9月1日、朝廷からも天中組追討を特例する触れ書きが、下される。 九月五日、忠光が吉村らに再度合流して、天の辻の本陣へ帰った。諸藩の藩兵が動き出し、六日、奇襲藩兵が吹村に到着、天中組は民家に火を放ってか乱した。七日、天中組戦方が第日川で津藩兵と交戦して、これを五条へ退ける。天中組は軍議を開き、大阪方面へ脱出することを策す。八日、 幕府軍は、総攻撃を投下日と定めて、後位軍諸藩に命じた。総兵力一万四千人に及ぶ、諸藩兵は、各方面から、新軍、天中組は前線するものの、首相である忠光の命令が混乱して一貫せず、兵たちは、右往左往を余儀なくされた。統率力を失った、忠光の元から去る者も出始め、天中組の士気は低下する。十四日、奇襲。 忠の藩兵が、吉村らの守る天の辻を攻撃、吉村は天の辻を放棄した。忠光は天権を頼りに決戦しようとするが、朝廷は、戸塚和里に忠光を逆賊とする領事を下し、戸塚川郷子は変身して、忠光らに退去を要求する。19日、身体極まった忠光はついに天中組の解散を命じた。天中組の残党は、山中の南を歩いて、 脱出を試みるが、重傷を負っていた吉村は、一行から落語してしまう。24日、一行は、和尾峠を経た和紙や口、奈良県東吉野村で、紀州、彦根藩兵と遭遇。那須信号は忠光を逃すべく決死隊を編成して、敵陣に突入して、内死にに、一度は敵の包囲網を逃れていた、藤本鉄石も引き返して、 奇襲犯本人に奇襲をかけた末に打ち辞任し、負傷して失明していた松本啓道は辞任した。一行から遅れていた吉村は27日に、和谷屋谷で津半平に撃たれて戦死。他の兵たちも相次いで捕獲されるか戦死するなどして天中組は壊滅。最終的に無事に逃れることができたのは、忠光や池を、はじめ7人だけだった。忠光は辛くも、 敵の獣医をかいくぐり脱出に成功二十七日に大阪に到着して長州藩邸にかくまわれた。忠光は長州に逃れて下関に隠れていたが、禁門の変の後に長州藩の実権を握った標順派、俗論党にって源氏元年百六十四年十一月に締め殺された。事件の後の文久三年。 1863年10月には、平野国臣が、田島国イクノで大干渉を襲撃して挙兵するも、幕府軍の追悼を受けて敗北している。イクノの編。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。